ちょっと緊急事態だから、ちょっと始めましょう。ごめん。ちょっとごめん。ちょっと贈呈からやるわ。ちょっと待って。いいよ、もう食べながら聞いてくれ。はい、ちょっとね。マグロが来たということで、カツオ。カツオのたたき、ね。ほら、切ってきましたから。ちょっと緊急だから、ちょっと今日。ほら、切ってきたから。ほら、カツオのね、もう刺身だ、これ美味しそうだ。ちょっと待って。美味しそう、美味しそう。ちょっと待って。なこちゃん来たがってるよ。どうする？ジャンプできるか？ほら、テーブル出してあげる、そっち。あ、ほら、ジャンプしてごらん。できる？できる？よしよし、ジャンプした。よし。よし、いや、食べながらちょっと聞け。聞いてくれ。よし、じゃあ、カツオのな、ほら、食べないんだろ？もう、ダメだな。よし。カツオだが美味しい。柔らかいぞ、これな。大好きだもんな。ちょっと、もうこれちょっとあげながら皆さんに説明しましょう。ちょっとね、2000に行きました。2000に行きました。パチ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 。2000に行った。で、ちょっと今日はもうね、急遽2000人のお祝いにします。ちょっとこの子たちがもうお腹空いてても、すごいからもう。ね、お祝いだからな。もういいよ。あなたたちのな、あなたたち優先するからな。で、ちょっと2000人の祝い今日やるんですけどね。ちょっとね、1700人、1800人、1900人は、まあ、後日ちょっと、改めてやりますので、ちょっとリアルタイムでね、ちょっともう今日、12月21日、今日ね、撮って今日配信したいので、今日、2000人超えたから、ちょっとね。ただね、このカツオのね、これだけだとちょっとね、私もちょっとあれなので、ちょっとプレゼントは別に今買ってきたんで、出しますから、今ちょっとね、食べ終わったら。食べ終わったらちょっとね、プレゼント、ちょっといつもと逆だけどね。この人たち食べ終わるとね、もうちょっとね、寝ちゃうんだけどね、ちょっとね、ちょっともう今日は、あなたたちが食べたいのを優先します。柔らかくて美味しいだろう、カツオのだ。これな、うん、これほら、ちゃんと細かく切って、薄く切ってきたからね。ほら、見て、ほら、これほら、中がほら、新鮮だよ。ほら、柔らかいだろう。はい、あなたもな、柔らかいだろう。うん、美味しい。2000人ね、行ったからね。うん、ほら、いいよ、ほら。入れといてあげようか。ほら、入れといてあげようか。なこちゃん、じゃこ、なこちゃん、こんなの入れといてあげよう。なこちゃん、ほら、これ、細かく切ってあげる、パパ。ね、ほら。いいよ、トラちゃん、ほら、トラちゃん、トラちゃん、ほら、パパ、トラちゃん、パパの手から食べたら。ね。なこちゃん、ほら、ちっちゃい方、ちっちゃく切った方が好きだから。柔らかいだろ、これ。もう、だってほら、手でさ、ぷにゅぷにゅ。あー、美味しいね、これ。これ、俺も食べたいぐらいだよ。冗談。いいよ、全部食べちゃう。この間だってな、結構、ペロってなくなったもんね。すごいよ、ほら。柔らかくて美味しいんだな。いつもほら、マグロばっかりだからな。ほら。お寿司じゃなくて、ほら、お刺身のやつだから、これ。美味しいよな。やっぱ2000人行くってすごいね。迷ったんだけどね。ちょっといろいろね。やっぱり、あなたたちが過去食べて一番、喜んでたのは、カツオかなと思ってね。2000に行っちゃったからね。いや、ちょっと今、プレゼントちょっと出そうか、ちょっとね。よし、今、細かく切って出そうか、ちょっとね。美味しいだろう？うん、いいよいいよ。2000に行ったんだから。なあ、もう、昨日だって1600人のお祝いしたんだもんね。それで昨日は1800人も行って、今日1900。で2000人、1900人だけかなと思ったら2000人も行っちゃったから、もうこれはちょっと急遽ね、これは皆様に報告しなくちゃいけないと思って、急遽今日は2000人のパーティーといたします。ね、リアルタイムで、ホセカリ家は配信しますので、ね、12月21日、今日撮ったのは今日、配信する。なるべくね、急ぎますから、ちょっと撮ったら、ちょっとね。よし、ちょっとね。こんなにいっぱい食べれる？ちょっと残しないよ、無理しないでね。
はい、なこちゃんの方いっぱい細かく切ってあげるからね。あなたたちがね、喜ぶことやんないとね、パーティーだからね、食べたいんだもんな、早くな。ちょっとね、準備はもう後回しで、とにかく先に食べさせることを優先して、ね。よし。よし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 。ね、よいしょ。いやー、よかったよかった。いや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 。よいしょ。よいしょ。いやちょっと皆様には感謝しなくちゃいけませんね、うん、本当についこの間ね、伊豆だっけやったの、1週間ぐらい前か、1000人のお祝いやってね、もう1週間後には2000人行ってしまいました。すごいことですこれは。ちょっとね、9月10月のあの登録者の人数、一週間に一人しか増えない頃から比べるとね、もう、いやー、ね、あなたたちの実力だからね、うん、あなたたちが癒しを与えてくれたおかげでね、皆さんにも評価をしていただいて、美味しいなぁ。今日は黙々と食べるね、あなたたちね。いやー、まあちょっと旅で終わるといなくなっちゃうからちょっと出しちゃおうかな。いい、大丈夫、食べてて食べてて、まだ食べ終わるといなくなっちゃうからさ、カメラの前からさ。はい、ではプレゼントを買ってきました。まずこれかな。あー、こらわけ、食べてていいよ。はいはい、おもちゃですね。ネズミのおもちゃ。ね。はい。はい。はい。ダメ。はい。終わり。はい。これネズミのおもちゃね。はい。一番喜ぶね。これがね。はい。これを2000人のプレゼントとします。これネズミ、これは何匹目だ?これはね。3匹目。ね。はい。じゃあ2人でこれでね。あとで遊びましょう。後で遊びましょう。はい。パパからのプレゼント。あとね。ちょっともう一個。ね。はい。まあ、これは2人にね。もう一個これはね。こういうね。はい、はい、こういうおもちゃを買ってきましたからね。あとは、あれ?こんだけだったっけ?はい、ではこれを後で、あなこちゃん食べちゃいなね。ごめんね。はい、これ食べちゃってくださいね。はい、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 はい。なこちゃんこっちの方がいいね。はい、ね、はい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 。ね。はい、ではこれはプレゼントを後で食べ終わったら、ね、遊んでるとこ撮りましょうか。後ほどね。食べちゃってネズミくんいなくなった。あれ3匹目だからネズミ3号にしましょうか、あれはね。2号はいるもんね。違う、いいよ、もうだからネズミはいないから、ほら。わかった、パパの手から食べさせればいいんだろ。はい、はい、はい。ね、パパの手から食べさせないと食わないんだ、この子たちはね。はい、はい、はい、はい。はい、はい、はい、あなたもね。はい、はい、はい、はい。なんだよ。切って入れといたのに、結局パパの手から食べたいのか。いいよ。うん、いいよいいよ。はい。しょうがない。だってな。赤ちゃんの頃からな。もうパパがこうやってな。ほら、はい、ほら、はい。な。こうやって食べさせてんだからしょうがない。パパの手から食べたいんだな。はい。な。パパの手から食べたいんだよな。うん。ただはな。もう本当にもうパパっ子だからな。もうなこちゃんもパパっ子だよ。もう本当に。トイレ行くだけでね、ついてくるからね。どこにも行かないって言ってんのに。普段はな、全然そっけないけどな、ちょっと部屋からいなくなるとな、大変なことになっちゃう、これ。なんだな、あれはね。普段は全然あれなのにね、ちょっと姿を消すと、どこ行くなーってね、大騒ぎになっちゃうね。いやー、2000人も行ってしまいましたよ。すごいよね。もう、ちょっと考えられないペースで皆様から評価をいただいておりますね。はい、なこちゃんごちそうさまかな、もうな。はい、結構食べたよね。うん、結構食べたよ。うん、いいよ、いいよ、いいよ。残すぐらいでちょうどいいからね。はい、まあ、成長期なんだから。
でも結局食べるんだよな。2、30分するとまた戻ってくるもんね。美味しいな。遊びたいんでしょ。はい、2000人達成のプレゼントです。はい、ネズミ3号と遊んでます。ネズミだよね。はい、2000人パターン達成のプレゼントです。これゴムだから伸びるんだよ、これね。あ、食べれないよ、あなたこれ。食べれない。こらこら。食べても滑っちゃうんでしょ。 よしよし。ね、はい。はい。2000人達成。もういいか、ここで遊んじゃおうかもな。ここで遊んじゃおうか。可愛い表情見れるからね。ここでちょうどいいか。なんで、交代交代でやってるの？あ、たぶん、あ、そうですよ。なこちゃんにやらせてあげてんだ。はい。2000人達成のプレゼントのネズミ3号でーす。あ、痛い痛い。あ、切れちゃう、切れちゃう、切れちゃう。切れちゃう、切れちゃう、バカ。やは、やはは。ネズミだよ。トロちゃん、ナコちゃんにやらせてあげてんのな、偉いな。偉いな。偉いな、お前たちな。そっかそっか。な、はい、そうそうそう。よかったね、2000人ね、行ってね。2000人行ってよかったね。ナコちゃん、2000人行ってよかったね。パパからこれもらったね。プレゼントもらったね。プレゼント。トラ偉いな、ナコちゃんにやらせてあげてて。なあ、そっちでちゃんと。